田辺純役をやらせていただきました松山です。今日はどうもありがとうございます。配信をご覧の皆様、ありがとうございます。そうですね、今回ネタバレすると、まあ、台無しになってしまう映画ですので、僕が喋るのはここまでにして、もう一切喋らないでただニコニコしてようかなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そのデスノートの時初めてやらせていただいて、右も左もわからない俳優として、そういう状態だったんですけど、それでもやっぱりその達也さんの演技の迫力には圧倒されてましたし、本当にすごい俳優だっていうふうに思ってて、で、改めて15年ぶりにやらせていただいて、少しだけちょっとやっぱりいろいろ自分がどういうふうに演技していけばいいのか、俳優ってどうすればいいのかっていうのが分かってきて、それで改めてまたその達也さんと対峙して、さらに凄さが分かったっていうか、やっぱりまた圧倒されっぱなしなんですよね。なんで絶対に何ていうんですかね、追いつけないところにいらっしゃる、とんでもない先輩だなって改めて思いました。やっぱりいろいろ制約がある中で、撮影してたので、それでも割とロケが多かったので、割と比較的それでもスムーズに撮影はできたような気がするんですけど、最近その知多半島ですので、いろいろ地方行く機会もなくなってきたので、どういうものがあるのかなとか、やっぱり調べるようにはなってきたんですよね。なんか若い時はどこ行ってもなんか同じような感じだったんですけども、知多半島には味噌亀があったりとか、あと白露梅っていう梅酒があったりとか、それは今でも出会ってなんかいただいたりとかもして、すごくいいところに遊びに来させてもらえたなって思いますね。すごいなと思うところ、もちろんお芝居というか、カメラの前の時の凄さというのは多分皆さん、それでも冒頭で喋りましたよ、分かるんじゃないかなと思うんですけど、つけないですよね、達也さん。これすごいなって思うの、単純に全然変わってないですよね。もう髪の毛が真っ白になってきたよ。あ、そうですか。そうだ、ちょっとあるなと。ちょっとじゃないって、相当すごいって。え、染めてない？染めてないんだって。全然じゃないですか。染めてるの？染めてないです。じゃあなんだよそれ、なんちゅう会話だよ。え、染めてるか染めてないかってネタバレですか？ほんと、カロリーして大丈夫か。今は大丈夫。難しいっすね。難しいっすよね。でも久々にこの年になってね、撮影を一緒に飯食い行ったり飲み行ったりして、こうお互いのこう今まで絶対に15年前では交わすことのなかった話を、家族のこととか仕事のこととか喋るわけじゃん。あ、そうですね。ちょっとなんか、当然ですけど、思うことはありましたよね。そうですね。ちょっと年取ったなっていうのもそうだけど、それは嬉しかったですね。嬉しい。で、達也さんやっぱ面白い話いっぱい持ってますよね。本当に面白い話持ってますね。持ってました。持ってました。ほぼほぼに出せないでしょ。絶対出せないですね。でも僕もやっぱりコミュニケーションの中で、やっぱり自分も面白い、いろんな経験して面白い人間になりたいなってずっと思ってたので、それでもやっぱり達也さんほど面白い話を持ってる人はいなかったなって思いますね。すごいね、マツケンの今日なんて。それをあえて言えないことを言うことで、本当に言えない話です。結構 何個かあるんですよ。1個だけ、これ待ってください、話はちょっとあれですけど、1個すごい僕が昔聞いたすごい話があるじゃないですか。これ俺も絶対できない、上からこう飛ぶような。あ、そうそうそう、それは結構なんか知らないですけど経験しましたね。マカオタワーとかね。マカオタワー、あれすごい、何メートル、300何メートルだったかな。マカオタワーって調べたことはあるけど、若干こう押されてるんでしょ。いや、恐れないです、恐れないです。あ、そうなの。ただ自分でそこまで歩いてみるっていうあれだけで。へえ。で、次、行けたの。
そうですね、一応まあなんか漏らしちゃったらまずいなと思ってトイレ行ってで行って、まあ、一番最初バンジージャンプなんですけどね、一番端まで行って、お父さんお母さん今までありがとうって一応言ってで落ちました。すごいね。で一番怖いのはですね、こうビヨーンってなって真ん中で止まるんですよ、うん、で止まって少しずつ下げてもらうんですけど、はいはい、待ってるところが一番怖かったんですよね。ぜひ経験してみてください、はい、他にはあとですね、まあ、スカイダイビングもやったんですけど一番最初なんでやっぱりインストラクターの人がついてるんで後ろにね、で僕は英語喋れないんですよあんまりで最後の最後でよしじゃあ行こうかちょっと待ってその前にっつってグッて締めるんですよねここを緩まないようにその瞬間あまりにもインストラクターの人が力強いもんだから息できなくなっちゃったんですよ、うんやばいと思って最後の最後で来たっすね I'm tired I'm tired ってしか言えなかったんですよ。それ疲れてるってことじゃないですか疲れたじゃないじゃないですかって OK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  って言うんですよ私は。いや I'm tired って言っててでそのまま飛んじゃったんですよね。でも息できないもんだからもう辛くてでもう耳痛くなってくるんですよ、うん、耳抜き必要なんですよ、うん、スカイダイビングってギューンって下がっていくんででこうやって僕耳抜きできないんで鼻ピッてやって逃がすんですけどこういう体勢じゃなきゃダメだって言うんですよ、うん、で僕こうやってやるもんだからやろうと思った瞬間にパッてこうやって抑えられてこの体勢維持しろってもう何もできないじゃないですか。息もできないし耳も痛いしでも一瞬気絶するんですよね。それで紐引くのも忘れちゃってできなくなっちゃってでその人がバッてやって、うん、でまあパラシュート開いたらやっと楽になってで楽になってきてから気づいたんですよ。すげえお尻が冷たいって、うん、やばいぞってなってもう景色どころじゃないんですよね。もう後ろでずっとビューティフォーイエーイとかってやってるんですけどもうそれどころじゃないですよね。やべ冷てパンツ持ってきてねえしなかそこで思わなかったから景色なんか入らないじゃん、うん、そうなんですよ、ね、で僕も降りてすぐ押さえながら走ってトイレにで見たら何もないんですよ、うん、冷や汗だったんですよね初めてそこで冷や汗っていうのが分かりました。すんごい冷たかったですからね。江本さんとか陽さんとかも出てらっしゃる。ああ江本さんもやばかったですね、あるシーンなんかは僕初めて見たんですけどね、うん、スタッフ全員が段取りの時に笑ってるっていう結構緊迫したシーンだったんですよね。あれはびっくりしましたね。この伊代公子さんと江本明さんと、2人のシーンが出てくるんですこの映画は。これ多分もうひろき組何十年もやってるスタッフがねこれ映画史に残るシーンだっていうことを、爆笑しながら言ってましたね。どういうことなんですかね。でも僕も本当にあのシーンは印象に残ってるというかもうこんだけ結構たくさんスタッフさんいるんですけど笑ってない人いなかったですからね。笑ってそこの現場で一人だけ笑ってない人がいたんですけどそれはパンタさんです。僕は笑わないで入れたなっていう、まあ、ぜひ、見ていただきたいなシーンですね。そうですね、今日は短い時間でしたけどもどうもありがとうございました。まあ、ちょっとネタバレバレたら終わりということで、僕もなんかうまく喋れたかどうかはわからないんですけどもとにかく、まあまあ、永瀬正敏さんも出てらっしゃいますし、まあ、伊藤愛美さんも出て本当に個性的な俳優さんが出てる本当に何て言うんだろうな心理的な戦いもありますし、サスペンスっていうジャンルではくくれないような、まあ、いろんなものが入ってる作品ですのでぜひご覧になっていただきたいなと思っています。以上で映画ノイズ公開まであと2ヶ月スペシャルトークイベントを終了させていただきます。藤原竜也さん、松山ケンイチさんでした。ありがとうございました。